どうもこんにちは、江藤彩です、今日の江藤彩の独り言は第10回、記念すべき10回ということで、スペシャルゲストとコラボをいたします。はい、ドローンズ石本さんです。どうもこんにちは、ドローンズ石本です。はじめまして、どうも。いやー、あやちゃんやってますね。はい、ね、あのスペシャルゲストなんでね、一応ただの友達なんだけど、今日はあのなんかちょっとアップすぎない？いや、だってもうソーシャルディスタンスよ、これ2メートル離れてる。私、見えてる？これ遠くない？ね、いや、あやちゃんいつも気取ってる、なんか YouTube やってね、なんかね、やってますね。一応アーティストだからさ。アーティストやってるのね。いや、今回うちの、まあ今回ね、あやちゃんの出てるというか、今回僕も実はあやちゃんね、YouTube チャンネルやってまして、100日後に消したくない飲食店ということをやってまして、今回はあやちゃんにゲストに出てもらってるんで、そちらは。はい、そうなんですね。はい、こっちでカメラ回ってるんで。そうですね、こっちでね、カメラ回ってるので、はい、まあコラボしながらお互いのね、ちょっとできればなと思ってるんで、お互いのね、こう概要欄とか説明欄に、お互いのこうリンクしてますんで、もしよろしければ見合ってください。多分あやちゃんの方が早いのかな。そうですね、私が第10回流すんで、うん、早い。あやちゃん、僕のやつは、うん、あやちゃんの前にもうストックが5本ぐらいあるんですよ。そんなに。じゃあ半年ぐらい開くの。いやいや、半年じゃない、1週間に1本、2本あげてるんで、まあ2、3週間後にはあやちゃん流れると思うんで。あ、じゃあ忘れてくるのまた見れるってことで、ね、はい、よろしくお願いします。じゃああちらの方で行っていいですか。一回こちら、じゃあいいですか。うん、じゃあこちらは後で後ほどどんな感じで撮りたいと思います。はい、はい、はい、とりあえず独り言じゃないんだけど、今日は私のね、友達、もうどれぐらい知り合っても多分8年ぐらい経つよね。そうね、そう、あ、ありがとう、思ってくれる。で、もっちゃんってあれだよね、最初、はい、私の友達、名古屋の友達で、一緒に演劇の勉強とかしてた三浦雄介、うん、ね、ゆうちゃんの紹介で仲良くなったんだよね。そうね、そうで、一応で同じ年ってことで、うん、まあ、一応17歳ってことなんだけど。何がですか？はい、年齢が、あやちゃんのね、はい、はいはいはい、突っ込んでくんないの？うん、まあまあね、もう言っても、最近もあやちゃんも言い過ぎて病気だと思ってるからもうね、もうなんか YouTube を見てるとなんか、うん、江藤彩のなんとかです、今日は何々をしてみたいと思います。まずはもう腹立ってしょうがない。そういう感じでやるんじゃないの？わかんない、わかんないよ、それは。わかんないよね、うん、じゃあ私も探り探りで、ほら、初めてのことはい、そうですね。そうそう、どうしたの？ちょっとどうしていいかわかんないんだけど。いやいやいや、どうしていいか、まあ、初コラボだったからね、あやちゃんは、あやちゃんはね、そう、僕らも、僕は2回目だったんですけど、まあまあまあ面白かったです、僕らの。だから、あやちゃんのどういう食べ方かは、うん、本当僕らの YouTube 見ていただければ、あやちゃんが、あ、こんな汚い食べ方するんだとか、こればっか食ってんなとか、いやいや、そこ説明しろよ、いやいや、そこの味どうなんだよとか、結構あったよ、あやちゃん、あれ。20年ぐらいやってないからコメントとかね、うん、全然うまいことが出てこない、うん、山椒がまず分かってなかったからね、味のびっくりしたよね。ね、やばいね、ちょっとカットしといて。いやいや、もうならカットしないですもんね。えぐかったですわ、ね。今ここのお店は、うん、馬肉屋たけし、はい、恵比寿にあるんですけども、はい、うん、私もたまにね、お手伝いをね、手伝っていただいてます、させてもらってるんですけど、なんで、うん、馬肉屋やろうと思ったんですか？どうしたどうした、ね、急に。じゃあ多分これ見てくれてる人もさ、はい、ね、馬肉屋さんやってるって知らない人とか、まあまあそうですね、いると思うので、はい、すごいね、美味しいんですよ、本当に。ありがとうございます。馬肉専門店なんですけど、うん、いっぱいね、いろんなお客さんも芸能人の方とかね、そうですね、来ていただいて、ね、来るんですよね、はい、本当に美味しいからリピーターも多いんですけど、うん、そう、よく聞かれない、なんで馬肉屋さんなの？いや、よく聞かれますよ、まあ美味しかったからっていうことですよね。うん、本当にもうそれで、まああとはもう働いてくれる仲間がたくさんいたんで、うん、まあみんなでやろうかっていうことで、はい、やってましたけど、まあみんなね、もうやめてって結構、うん、今はね、新しいスタイルでやってますけど、うんうんうん、はい、まあやちゃんの手伝いに来てもらってね、うんうん、今日あやちゃん来てますよってたまにこう僕ツイッターとかみんな打つんですけど、客一人も来ないです。あやちゃんが唯一あやちゃんのことが好きな人がいるんですよね、うちのお客さんで。あ、そう、一人
いますよね、あやちゃんね、大工さんで。まあ、ファンの方がね、ありがたいです。すごい、あやちゃん来るときは絶対来てくれるんですよ。で、あやちゃん来てくれて、毎回うちとしてはお酒飲んでもらったりとかね、いろいろ楽しんでくって、会話楽しんで、ね、売り上げ貢献してくれるかなと思ったら、その人毎回来て、ハヤシライス一品。サラダと、まあ、サラダとね、豆腐サラダとハヤシライス食べて、1800円ぐらい買えるっていうね。あ、本当に？もっと食べてあげなきゃダメだ。あ、バッテリーが材料少なくなってますよ。あ、大丈夫、多分もうちょっとほっとけば。ほっといていいですか、これ。省エネの方を押してください。省エネ。省エネモード。うん。はい、これで多分。はい。もう少しですよ。もう少し終わるみたいですよ。はい、大丈夫、はい。バッテリーがないよ、あいちゃん。大丈夫。あ、大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫です。うん、で、はい、じゃあ。どうしたの、どうしたの。で、あのせっかくだから。はい。私の、うん、いいところはっていうのをちょっと、あやちゃんね、いいところ、あやちゃんのいいところ、お願いちょっと3つぐらいお願い、あやちゃんのいいとこ、ちょっと待って、あ、1個ある、フットワークが軽い。本当ね、どこ行ってもこうみんなとね食事とか行ってますけど、ね、フットワークが軽い、いいところ、はい、1つ目、2つ目、そんなにね、2つ目は自分でやっぱ言ってるよね、私フェロモンが止まらないとかモテるとか、そうだよ、いや、なんか急に言い始める、なんかわかんないけど、それ痛い人みたいな、いや、痛い人だから、あやちゃんね、なんでそんな、私フェロモンがね、すっごい止まんないの、どっから出てるの、頭の上からすごい、いや、見たことない、いつも帽子かぶってる人は頭の上からフェロモンがにじみ出てるっていう、帽子かぶってないとさ、こう出ちゃうから、フェロモンがにじ、いや、でも本気で言ってるのが素晴らしいですよね。それでもほら、5年ぐらい前でしょ。いや、今も最近も言ってもモテるから最近とか言ってるからそれモテてるんじゃなくて、あやちゃんね、みんながね、大変なこのコロナの時期に、ね、あやちゃんもこういう仕事、僕らと同じような仕事してるから、大丈夫かなってみんな心配してくれて、ご飯食べに行こうとかっていうのが、50代オーバーのおじさんたちに声かけられるんでしょ。いや、おじさんたちにね、本当に今、ちょっと年季でありがとうございます。ね、おじさんたちに、あやちゃんご飯食べに行こうか、大丈夫かあやちゃんっていうのが、もう5、60代の人だからね、先輩。70代の先輩、人生の先輩が。もうそれを最近俺に、ちょっとね、もっちゃん、私最近モテるの止まんないんだよねって言うけど、あれ違うの、モテてないんですよ。食事行ったら誘ってもらってるだけ。わかってるから。いやいや、そういうことは2個目。2個目。3つ目。3つ目は3つ目なんだろうな、あやちゃん。最近ね、ほんとね、プライベートのことなんですけど、もうほんとあやちゃんとね、もう大喧嘩したんですよ、僕。それ言うの、いや、大喧嘩したんですけど、まあ、ちょっといろいろあってね。大喧嘩とか勝手にね、まあ、うん、ちょっと切れてたんですけど、いやいやいや、僕が心配してたことを、そんなに心配してたんだみたいな軽く言われて、ちょっとこっちは心配していろいろね準備してたんですけど、そんなに心配してたの、ごめんごめんって軽く言われて、ちょっと腹立って、なんかちょっともうこの人と付き合うのやめようかなと思ったんですけど、そこからあやちゃんとまあいろいろ話して、まああやちゃんがね最近はもうズバズバなんかね、なんか思ってることを言うようになったのがいいとこですね。そうなんかね、ありがとうございます。そうですね、3つ、本当にね、こう心配かけないようにとか思って、はい、いろいろねやっちゃうのもまた裏面出ちゃったりもね、まあまあね、するんだけど、あとやっぱり人の気持ちをねちゃんと感謝とかを感じて、そうですね、それをちゃんと伝えてあげないといけないなっていうのは本当にもっちゃんから教えていただきました。いやいや、そんなことないですよ、伊藤さん。本当ありがとうございますね。それぐらいですかね、伊藤さんはね。あと本当プライベートの話なんで。いや、本当そうですよね、あやちゃんはね、はい、あとはどれぐらいないよね、あやちゃん。まあいいとこはね、まあ本当にもうなんかみんなからね、もうあやちゃんだからしょうがないよって言われるようになった存在、それすごいよね。もうあやちゃんだからしょうがないよねって言って諦められたとこがすごい。あー、うん、なるほど。やっぱ僕諦めてなかったから怒ったんですよ。他の人に聞いたらみんな、もうじゃあそんなこと気にしてたらあやちゃんと付き合えないよって結構言われた。そんなに、いや、そうやって言われたから、やっぱそこですよ、あやちゃん。いやいやいや、そんなちょっと誤解を、はい、まあでも本当にそう言って皆さんに支えられて、はい、私は今日行かせていただいてます。行かせて生きておりますので、はい、どうしたの、あいちゃん。いやいやいや、もうなんか、もう大丈夫、もう大丈夫。ありがとうございました。何、どうしたの、なんで今切れそうだったの。違う、どうやって締めればいいのかなと思って。いや、それは分かんない、あいちゃんの番組だから。そうね、はい、そう、本当に。じゃあ今日は、うん、第10回目のスペシャルゲストとして、はい、ドロンズ石本さんとのコラボを実現いたしました。はい、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また。バイバイ。見てください、こちらのチャンネルも。はい、この番組です。
まっちゃんがね、何やらカメラの準備を一生懸命やってます。あ、これぐらいの価格いけるかな、あいちゃん。これでこうしようか。すごいね、いつも自分でこうやって撮ってやってるんだね。そうで、これをね、ディレクターさんに渡してもらって。あ、すごいね。映ってるよ、今。わかんないから、あやちゃんは。いや、実は今これから、今からあやちゃんの、あやちゃんにうちの YouTube でご飯を食べます、テイクアウト。今これ、ちょうど撮ってたんですよ、これをね。そうね、そう。こうやって撮ってたんですけど。そう、これからの、私が、今から食べるんでしょ、あやちゃんに食べてもらう。そう。あの、しおとさんの、なんだっけ、100日後に残したくない。残したくないっておかしいじゃない、消したくない。残したくないはもうね、潰したいだから。もう恐ろしいね、発言が。100日後に残したくないっていうのは、100日後に潰したいんだ、もう。いや、100日後に消したくない飲食店です。ちょっとちゃんと、それはあの後でね。いやいや、それを出してください。お願いしますね。それの、撮影をしているところに、一応コラボってことで、私のカメラも回して、で、今から私がね、この美味しいお弁当を食べるっていう番組なんですよ。そうなんです、ね。あやちゃんに今から食べてもらうんです。はいはい、大丈夫かな。私、うまくできないよ。ということで、あやちゃんには今、私の YouTube を撮ってもらってますね。ヘルシーな。これは、こっちは今、あやちゃんのチャンネル。ほんと？うん。これ、ちょっと変わった体勢で食べてます。これ、美味しいんですよ、めっちゃ。はい。うわ、うまそう、やっぱそれね。ね、これ。ちょっとみんな見せてあげないでね。見せたよ、今。ほんと？うん。早いな。もう一回見せる？いい、食べてください、食べてください。それうまそうだね、それ見せて。うわー、そう、キノコご飯うまそう。キノコイエーイ。野菜が豊富なのいいね。そう、野菜食べてもね、減らないの。これこっち、あやちゃん、こっち、あやちゃんの YouTube チャンネルにコメント、はい。これは赤カブ？俺に聞いてんの？うん、漬物。はい。これは、このあやちゃん、これはこのまま回せばいいの、これ。うん、回してくれて大丈夫です、適当に。適当に適当でいいです。というわけで、あやちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、食べっぷりどうでしたか。いや、っていうかさ、どんぶりやめてくんない。なんでいや、だって、汚いのがバレるじゃん。いや、それはあやちゃんの食べ方だから。いや、あれ、どうしてもさ、どんぶりって絶対汚くなるじゃん。あ、でもだよ、